お、列車が来たな。まだ時間はあるから大丈夫だけど、ここは根室本線の西帯広駅で、本日は、10月の3日、確かね、木曜日だったと思います。いや、昨日泊まったライダーハウスね、めちゃくちゃ良かった。あんなにいいとはね。なんかまずね、お客さんそんなにいなくて部屋がたくさんあったんで、一人で一つ個室を使えてしまって、しかもね、あったかくモコモコした布団と毛布でゆっくり眠ることもできました。まずはやってきたこの普通列車で帯広に戻ります。私の乗ってきた普通列車はこれから先引き続き釧路行きとなります。10時30分の出発。確かね、このまま釧路に行ったと思うんですよ。前2両だけね、後ろはここで切り離しなんですけど、だからこれに乗っていくと、じゃあ釧路行けんのか。行けますが、ここからまだね3時間もかかります。ちょっと長すぎる。お隣にやってくる9時27分の特急列車にも乗る権利はあります。これで行けば1時間30分で着きます。全然違う。それではまず本日の行程をご紹介します。この帯広から日本の一番東の町、根室を目指します。根室本線にて、まずは特急スーパー大空号にて釧路乗り換えまして、さらに花咲線と呼ばれる末端の区間を2時間乗り、根室まで至ります。本日は根室にいる知り合いのヒグマさんにお家にお泊めいただく予定でして、宿泊費の心配はありません。その点は大変助かります。それから先は、またですね、自転車などを乗って根室の観光をすることになります。なおこのように帯広は曇っていますが、帯広から根室までは200キロ以上離れておりまして、天候は向こうは素晴らしくいいそうです。帯広駅の貧乏セットといえばね、これだと思うんですが、前にもね、2年前にご紹介しましたが、いつもね、帯広に来て豚丼が売ってるんですけど、豚丼は高くて買えないんで、じゃあ、これ牛乳180円と120円のマルセイバターサンドですけれど、駅のね、こう下の、なんていうかな、こう札幌寄り の高架下のところで、こうデパ地下みたいなのがあるんですけど、これで安く買ってね、結構美味しいんですよ。この牛乳も特にいいしね。海の食べ物が美味しいところとか、名物の豚丼があるとか、そういうところへ行って、それを食べられないっていうのが、これがね、味があっていいんですよね。わけわかんないこと言ってるかもしれないけど、大人になったら、また食べに来ようとかね、いつかこれ食べられるようになるぞと思いながら旅行するって、いい人生の財産になると思いますよ。欲しいものをね、何でも買えるっていうことほどつまらないものはないですよ。これをどうやって手に入れようか、それに期待する、自分の将来、また次に来る楽しみがあるというのも本当に嬉しいことだと思いますけどね。やってきた列車、振り子式の特急スーパー大空号です。特急スーパー大空1号釧路行きです。JR 北海道の車内放送はね、大橋俊夫さんっていう男性の方が担当してるんですけど、すごいいい声でね、近鉄の声もすごいいい声だと思いますが、それに勝る鉄道会社で一番いい車内放送だと思います。今回は座席指定が無料なので指定席にしたんですが、エンジンの真上の席を選択しました。このキハ 283系という特急車両は力強いエンジンを持っていて、北海道の旅を楽しむのにいい BGM になるかなと思ったわけです。しかしこの強力なエンジンはもう10年ぐらい前ですけれども、出火事故というのを起こしまして、列車が全部黒焦げになるということもありました。そのこともあってね、今最高速度130キロが110キロまで落とされているし、さすがにもう大丈夫だろうとは思うんですけども、ただこの床下からの力強い響き、たまにね、これ大丈夫かなと気になる時もあります。大丈夫でしょう。さっきいろんな食べ物を紹介しましたけど、これもね、美味しい。毎回紹介してますが、標津羊羹。海沿いの標津という町のもので、今回は標津には行かないんですけれども、鉄道もないですしね、なんですが、この羊羹は本当に美味しい。原材料を見ると小豆が入ってないんですね。羊羹だから普通はね、そういうのを使うようなんですが、北海道でよく取れる、お砂糖ではないんです、砂糖じゃないけどね、ビートというものを使って甘くしてあります。エネルギー源兼
非常食としてまた後に取っておきますんで、とりあえずやめておいて、他にもね、北海道のセブンイレブンのおにぎり、これもまた美味しい。これもセイコーマートほどではないけど、まあでも、うん、それに匹敵するかな。名物として捉えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。北海道限定のやつかなり美味しいんですよ。本州で食べるやつよりも群を抜いて美味しいよ。おにぎりセールとかやってたらね、もうセブンイレブンでいつも買い込んでます。今日の予算ですが7万再生ですけれども、私がまだ40分ほど見るの電波が通じない関係で遅くなってしまったので6万9000としまして、今日の予算は8900円でいきたいと思います。今音別の駅を通過したところで、その先このような砂浜沿いを走るところになります。それをもう少し行きますと、このような湿原区間になります。湿原というのは、まあ、こんな感じでぐちゃぐちゃでですね、足が入っているような、まあ、沼地といいますか泥というか、そんなようなところ。ここは基本的に人が立ち入ることはできません、まあ、保護されているからということの他に単純に立ち入ることが難しいのです。こういったところには多くの野生動物が住んでいて、特に鶴は有名です。ただ今のは時期はね、子育ての時期だと思いますんで、そこになんか白い影が見えたからもしかしたらいたかもしれませんが、ちょっと鶴を見つけるというのは難しいかな。それでも運が良ければ見ることはできるでしょう。釧路湿原が特に有名ですが、北海道東部にはこのような湿原が非常に多くあります。私の知る限りスーパーオーゾラ号から見ることのできる湿原はこの音別駅白の鹿の少し手前、そのあたりですが、たまに見るとね、やっぱ動物いますんで、面白いですから、ぜひ進行方向の右側にご注目。これで湿原の区間は終わりです。まあ、あとはね、エンジンの真上の席を選んだもう一つの理由としては、このように列車の中で声を出して喋るとき、近くに騒音の源があった方が他の皆さんに対してご迷惑にならないですからね。近くでもうあまりにも車内が静かすぎるとちょっと喋れないんで、これがね、結構ディーゼル列車だと助かります。列車はもうじき釧路に到着します。釧路は北海道で5番目とか多分それぐらいの都市で、まあ、こうやって見ていると帯広の方がなんか新しいものが多いのかなっていうような気もするんですけれども、帯広よりも規模は大きいです。昔からの港町と知られ、また道北では一番大きい、失礼、道東では一番大きい町でもあります。帯広はね、畜産関係の倉庫が並んでましたけど、このようにこちらはお魚、漁業関係の倉庫が目につきます。町の性格は列車の窓からでもある程度は分かるのです。でももちろん畜産も盛んですよ。この辺り近くには本当に多くの、農業の売り上げを上げる、税収も多い日本一金持ちが多く住むと言われる鶴居村などがあります。鶴居村だったと思うんだよな、日本一金持ちなのは。この釧路駅から先、根室本線と釧網本線の2つの列車が出ているんですが、実際にはそれぞれ釧路の一つお隣、東釧路駅から分岐をします。そしてその釧網本線は釧路湿原の景色が素晴らしいので、あのような観光列車、釧路湿原のろっこ号というのを運行しております。根室本線内で他の列車が鹿と衝突したためスーパーオーズラ1号も遅れたんですが、釧路湿原のろっこ号もちょっとこの列車からの乗り換え客を待ってくれるというので助かります。港に注ぐ釧路川は冬になりますと表面が凍って非常に美しい川になります。まあ、今でも綺麗ですけどね。デイ動画だという機関車は横向きに運転台がついているので運転が少々厄介なのではないかと思いますが、どうなんでしょう。自由席はあのように昔からの車両をそのまま使ってますけれど、指定席はこんな感じでトロッコ仕様のスタイルです。最近では中国人観光客からも人気を博すようになりました釧路湿原のろっこ号。これから先本当の釧路湿原の区間に入ることになります。そこを全く走らずに乗ってしまったのはちょっと残念な気もしますが、まあ、しかし無料で乗れたんだから十分です。日本の一番東で山手線感覚、いやそれを超えたかもしれない高頻度の運転になっています。それはさっき大空号が遅れたことによって列車が待機したから立て続けになったと、要はそういうことなんですけれど、早速もう一本の列車、根室本線がやってきます。この列車は快速列車のさっぷ号です。東釧路駅には停車しますが、花咲号の上り列車は東釧路を通過しますんで、これよく気をつけないとね、大変なことになります。いかにか前乗りだったような気がする。
停止位置を間違えちゃった。急がないと。外はかなり涼しいんですけどね、列車の中はもうなんか通年暑いんですよね。うわ、気温30度か。みんなの服装はあれですよ、もうフリースとか着てて外は涼しい。多分列車のエンジンとかそれの関連で室内が暑くなるんでしょうけど、みんな窓なぜか開けないんだよな、厚着してるのに。みんな私よりも厚着してる人だって中にはいるぐらいなのに、暑くないのかな、ちょっと信じられん。根室の駅に着きました。道中で日本の一番東にある駅、東根室駅も利用しました。いや、利用というか通っただけ。明日は多分駅の乗り降りをすると思いますけども、そういうわけでね、北から稚内駅がスタートして、日本最北端の駅、最東端の駅、東根室と、那覇空港駅が最南端の駅で、その1個お隣の赤峰駅が、日本最西端の駅ということになってますが、まあ、図らずも全ての東西南北の JR の駅は利用するということになりました。これ本当に計らずもんでね、別にそんな東西南北全部達成しようとかそういうつもりはなかったんですが、まあ日本一周だからね、まあぐるぐるしてりゃいいだろうみたいな、まあ適当な感覚で旅行もしてたわけですけども、まあいいですよね、これ全部回れたんだ、それに越したことはない。やっぱり北海道といえばね、自然の美しさ、まあやっぱここで感じずにどこで見るか、しかもね、残念ながらもう日本一周をゴールするまでに、それを感じられるような天気のいい日というのは今日ぐらいしかなさそうです。まあ根室はね、いつもこんな感じでぼんやりとします。なんか湿度が高くてこういう風になりがちで霧もたくさん出るんだそうですけど、これだったらね、もう根室は快晴の部類に入るんじゃない。天気は確かにいい、今のうちに自転車で移動することにします。じゃないとお金がかかるからです。前はね、厚岸でもレンタサイクルがあったのに今やってないですし、それから安いライダーハウスみたいなものもしょっちゅうでなくなったり新しくできたりしますんで、こういう情報は確認が必要なんですが、多分ね、根室の観光協会今でも自転車の貸し出しはやってんじゃないかなと思うんですけど、はい、そんで自転車もちゃんとこう借りられましたね。3時間で500円、今からちょうど3時間以内、4時半には返さないといけないということですが、まあ、ちょうどいいですね。500円よりそれより高く払いたくもなかったんで、これから自転車は10キロほど漕ぎまして、野沙布岬までは20キロかかるんですが、そちらとは反対方向に行きます。春国帯というところ、前も行ったんですけどね、前はね、なんか高潮かなんかの被害でまた、道がぶっ壊れてしまって行けなかったんで、ちょっとリベンジしようというわけです。根室まで来てね、あ、お前野沙布岬行かないのかよっていうのもまあわかるんですけど、そう思う方も。でもね、もううちのチャンネルでも野沙布岬3回ぐらい出てるし、私も個人的にはもう5、6回行ったことがあるんで、まあ、そんな行かなくてもいいかなと思うんですよね。根室の街中の道路標識などを見ると、このように標識っていうか、これね、一番下、まあ英語も書いてありますが、キリル文字が書いてあります。ロシア語、やっぱりロシアと非常に近いところですから、それだけロシア人も多いということで、結構ね、銭湯とか行くと仕事で来てるっぽいロシア人とか見かけます。朝日に一番近い町ということで売っていますが、まあ確かに町と言えるのは日本で一番東にあるのはこの根室であるのは間違いないんですが、自治体としてはこれよりも東の町というのがありまして、日本では北海道シベトロ村と呼んでおります、エトロフ島です。北方領土については以前にもご紹介しています。また、これからまずは北海道の自然を楽しみに行こうと思いますので、また根室市議会に帰ってきてからのお話にしましょう。道にはこんな標識、野生動物の飛び出しにご注意願います。英語でも書いてあります。さっきも根室本線でご紹介しましたが、大型の鹿、まあ、熊の方がもっと危険ですけど、熊はあんまりね、人間のいるところには近づかないようです。頭がいいから。鹿は普通に道路に出てきますんで、当たると下手をすると命に関わるということになります。根室はね、こんな地形がずっと続くんですよ。だからもう疲れるんですけど、でもまあ不可能ではありません。そんなに困難じゃないよ、ただ疲れるだけです。さて、こちら側にあるのはさっきまで列車から見えていた北太平洋ではなく、オホーツク海、根室湾です。で、向こうにザーッとまた陸地が続いてますけれど、これはですね、この辺りの独特の海流の影響で、砂がどんどん溜まり、陸地になった砂州というものです。砂州であってますよね。で、反対側にも似たようなものが伸びていまして、反対側は野付半島、こちら側は、春国帯と呼ばれております。それぞれがお互いに近づき合って海を区切ってしまい、風蓮湖という湖を形成しています。反対側の野付半島の方は見えませんけどね、私は高校時代に野付半島、とどわらというところを見に行きました。そこにはですね、海岸、湖、森、それから、森林と、まあ、様々多様な地形が、もうミルフィーユのように重なっておりまして、そのため多様な生態系が一つに凝縮されており、クマやら鹿やら、お魚、鳥など、まあ、いろんなものが盛りだくさんで住んでいる、まあ、いわば、サンクチュアリとかね、まあ、そういう感じでしょうか。そこまでのアクセス、片道15キロぐらいかかるようでしたね。まあ、頑張りますけども。これね、またこれも一番下まで降りた後にまた登るんですよ。もうこんな地形ばっかり、本当に嫌になりますよ。
さてこの橋の こちら側がですねオホーツク海で、こちら風蓮湖とは別のまた湖ですが、もうそろそろ到着します。この辺りの生態系が非常に豊富なことがよくわかる光景を皆さんのご覧に入れます。これですごいすごい数だ、びっくりだ。全部アワサギかな。うちのチャンネルでもよく登場する鳥の一種ですが、こんなにたくさんいるとはね。うちのチャンネルを前から見てくださっている方だったらわかるはずです。この凄まじさ、この鳥はね、あの列車に乗っていてもよく見られる種類のものですけれど、こんなに一度にたくさん集まっているのは初めて見ましたよ。みんななんか同じ方向を向いているのは何か意味があるんでしょうか。赤いお花はサンゴソウといって、毎年9月の下旬頃から10月の上旬にかけて咲く非常に美しい花、道東の名物になっています。いやここでも見られるとはね、嬉しいや、素晴らしい、可愛く統一的に同じ方向を向く鳥たちのおかげでパンパンになった足も早速癒されます。綺麗なサンゴ礁も本当に立派。もうそこがね、春国帯の端っこですけどね、まあ、この辺は見た感じ何もいなさそうですけど、こっちはすごいですよ、またこの数。おお、すごいすごい、ははこんなにいるよ、初めて見たこんなの。すごいな、なんか鈴川彩子さんの動画みたいになってますね。おお、サギがサギがサギがみんな飛んだ。おお、なんかね、私があのちょっと近づいてきたことによってスズメみたいな小さな鳥が驚いて飛び立ってですね、それに驚いてあの鳥たちもみんな一斉に逃げたようです。すごいな、いつも田んぼの中に1本だけひょろっと立ってるような鳥があんなにいっぱい。はあ、で忘れちゃいけないんですけど、普通にここ景色もめちゃくちゃ素晴らしいですからね。よし着きました。もうなんかすっかりね、髪もこんなになっちゃいましたけども、あの本当にここまでバスでも来られるんですが、あのバスは1日4本しか本数がないので、確か片道900円で往復1800円ぐらいしますんで、自転車と荷物でね、あの800円の方が、荷物預かりで800円の方が安いですから、それ来たわけですが、まあ、以前の私だったらね、ヒッチハイクしてくるところなんですけども、あの言いましたっけ、この度本当にお金がないわけじゃないから、なんか人の助けをこっちからなんかこうもらいに行くというのはちょっと違うかなと思ってね、ヒッチハイクは今回の旅ではあの禁止ということであのルール設定したんですね。だからあの自転車とか自分の体力に頼らざるを得なくなってますが、北海道では結構ね、あのこうやってるとあの泊まってくださる方もいるので、あのお金のない時のね、若者の旅行なんかはそういうの力を借りるってのもいいんじゃないですか。でこちら前方に見ますのが春国帯です。結局強い向かい風の影響で15キロに1時間も要してしまったのでした。まあ、本当はね、多分30分40分ぐらい行けるんじゃないかと思うんですけど、帰りはそれぐらいで行けることを見込んでいますが、風向きが変わることなども、まあ、自転車がね、あの回数機器に間に合わないと大変なので、早めに出ようと思います。この細長い砂地がですね、ずっとこの先もう10キロぐらい続いてるんじゃなかったかな。だからこの先端まで行くことはできませんよ。そういうわけで、この内側が風蓮湖ですが、海とつながってますけれど、潮の満ち引きの影響がかなり大きく出ます。海流が速いですよね、これすごい、もう川のように流れてますけれど、まあ、ナルトの渦潮ほどではありませんが、ここも、まあ、この出入り口がなんたってもうここしかありませんからね、あのこの奥10キロぐらい続いている湖がこことこの奥の方にもまたちょっと空いてるとこありますけれど、そこしかあのないので、あのすごいね、あの潮が出入りするんですよ。素晴らしいですよね、荒涼とした景色、日本の本当に最果てなんだなと、その雰囲気ぴったりです。あっちの奥の方にもね、これまた森林があるんですが、一部のトドマツという植物だったと思いますが枯れておりまして、この立ち枯れた雰囲気がまたなんとも世紀末感というかね、そんな感じで味があります。この辺にクマなどが出没することもあるようですが、今のところ動物は見当たりませんかね。このような木道が整備されていて散策を楽しむことができます。前これがね、台風だかなんだかで著しく壊れていてもう奥へ進めなかったんですが、最近では完全復旧したようです。おうおうおう、咲いてる咲いてる、綺麗、サンゴそうですよ、こんな真っ赤な花。これね、もっと網走の方に、あの私前動画でご紹介しましたけどね、こればっかりがピチーっと咲いてるところがあってですね、もうそこはやばいですよ、もう真っ赤で、あのこんな綺麗なとこあんのみたいな感じでね、あの今まで見た中で景色で一番綺麗と言ってもいいかもしれない。でもここも十分綺麗ですね。うわー、いいな、こう望遠レンズでね、遠くから映すのがポイントです。厚岸荘というのが正式な名前、厚岸町さっき通り過ぎた町との関係は不明ですが、ある程度ね、塩分のあるところにだけ生息する植物だそうです。
あのね、北海道って言って、まあなんか海鮮丼食べたりとかね、時計台見たり、まあ白い恋人のお土産買ってみたいな、まあいいんですけども、旭山動物園とかも楽しいんだけど、私北海道のこういうところが一番好きでね、それで何度も何度も来たんですよ。もうね、どうせ行くんだったらもうクマが出るんじゃないかみたいなところまで入り込んで、北海道の奥地を体験した方がいいと思いますよ。もう海外旅行してる気分ですから、こんな安全な海外旅行ないっすよ。すごい数だ。全部全部詐欺詐欺詐欺。うわぁ、信じられん。初めて見たこんな光景。私ここ前も来たんですけどね、やっぱ春先だったんであんま動物の影も少なかったんですが、こんなに鳥がいっぱいいるとは。なんじゃこりゃ。この鳥自体は珍しいもんじゃないですよ。東京とかにもいるんですけどね。はぁ、こいつはなんだ、これタンチョウヅルじゃないの、手前にいるの。もうなんか鳥が多すぎて鶴とかが目立たなくなってますからね。これ大したところだ。奥の背景もすごい。おお。絶景の中に暮らす鳥たちをこの美しいレッドカーペットの上から眺める、こんな体験はね、そうそう私でもしたことはありませんよ。いや、いい時期に来たよ本当に。景色見るだけでも素晴らしいですからね。私前来た時は大して動物いなくて、景色もね、今ほどは良くなかったんですよ。サンゴ礁が咲いてなかったから。でも感動したんですけど、もう今日のこの10月など、さっきの前来た時とはもう比べ物にならない。鳥もなんかちょっと寒そうにしてますね。真ん中にいるのもサギかな？鶴かな？赤くないからサギだろうな。多分カモたちもものすごく大量にいるので、夕方になるとねぐらに帰るために飛んでいくんじゃないかと思いますが、その時間までここにいられないのがちょっと残念です。すごい数だ。みんななんか潜ってしきりに貝か何かを取ってるんでしょうね。餌もたくさんあるから鳥も増えます。すごいね、みんな横に一列になって並ぶほど餌があるんだな。確かれた木々とその脇に咲くサンゴ礁、まあ解説なんかもいちいち入れなくてもいいぐらいの美しさで、こっからはですね、ちょっとまた雰囲気が変わりまして、鳥は水場にいるわけですけれども、少し山とか森に近いようなところになります。で、本当に森の方まで来てしまうと、熊が出てくる可能性があるんでね、まあ怖いわけですが、まあこっちが人間が存在するんですよという意思表示をしながら、もし熊が現れたらば、もう慌てず、そして絶対に熊に背中を向けて逃げないこと、慌てるとね、そうしてしまうんですけど、それだけはすると反射的に襲いかかってくるんで、もうそれ習性なんで絶対に気をつけない。で、歌か何かをこう歌いながらですね、存在を、アピールするわけですが、何の歌がいいかな。君が、あとこれだとなんか別になんか政治的な意思みたいななんかあるわけじゃないですけど、なんかもしかしたらそういう意図だと思われたら困るんで、ある日森の中クマさんに出会った、花咲く森の道クマさんに出会った、クマさんの言うことにゃお嬢さんお逃げなさい、スタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサ歩きながらちょっとむせちゃいますね。あ、綺麗。でもなんでお嬢さんお逃げなさいなんでしょうね。これすごい気になるんですけど、多分この私の理性が少しでも残ってるうちに、理性が本能に負ける前に早くこの場を離れるんだみたいな、多分ね、そういう意味なんじゃないのかなと私は理解してるんですが、さあどうでしょうか。まあこの辺だったらね、まだクマは出ないですよ。森の方まで行くとちょっとやばい。まあこの辺もね、探すとクマの足跡とかまああるらしいんですが、基本的に人間がいるところを見つければクマの方からも離れていくということです。まあここから見てる限りはね、いませんけど。クマさんの言うことにゃお嬢さんお逃げなさい、サコラサッサッサのさ、サコラサッサッサのさ、クマさん、ん違う、ところが後からクマさんがついてくる。これあれですよ、背中をこう向けてスタコラさっさと逃げると、
あのクマが後からあの反射的に本能を刺激してついてきてしまうぞということです。ちょっと怖くなってきたな。こっから先はガサガサとか音がする。怖い。ちょっとやめとこうかな。奥に行くとね、またあの別の自然とかがあるんですけども、怖くなってきたな。お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング、あらくまさんありがとう、お礼に歌いましょう。ララ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 。まあ何もいないからいいや。もっと奥行くとね、鹿とかも出てくると思うんですけど、まあちょっとね、本当にクマに会いたくはないし、まあ多分ああいう風にやっていけば会わない。私も実際そんなにあのこう歩いててこういうところでクマに会ったことはないんですが、まあいっかな、時間もあるしな。まあ半分ビビってるってのもあるんですけどね。まあでも一番の理由はちょうどここでね、カメラの充電があのもう低電圧状態というか、あの残り少なくなってきてしまいまして、あの低電圧じゃないけどもう手ブレ補正が切れちゃいましたんでね、もうちょっとこれより先は撮ってもっていうのもありますし、まあまあいいことにします。なんかね、私の青春時代はね、寝台特急北斗線乗って、そんでこういうところを北海道見に行くっていう、まあそういう感じでしたね。まあ今もあの青春時代にあの含めていいのだとすれば、まあやっぱりね、なんか自分の一番好きだな、ずっといたいなとかね、あの針が進むのがこう早く感じるとか、こうあの風が吹かれて、あ、こんなに遠くまで来たのかとか、ね、そういう風にこうあの感じられる場所っていうと、やっぱり道東しかなんかないですね。なんでだろうな、アクセスが悪いのと、あと気温が低いのと、あの普段見ないような景色がいっぱいあって、あの下手に海外旅行するよりも、なんか海外に旅行、あの遠くに旅行したような気分になります。まだやっぱ九州とか四国とか、あの未開の地なんですけども、あの北海道には相当来ましてね、あの思い出もいっぱいあるし、皆さんにもぜひ来てほしいなと。まあやっぱどうしてもあの自分の好きな地域とね、あのあんまりよく知らない地域とありますんで、あの別府とかもすごい私は好きではあるんですが、やっぱね、北海道の方を、日本の中でどこを使っていったらやっぱ北海道ですね。あのこういう感じのところがあるんで来てくださいねと、あのしかも面白いと自信を持って言えるんですが、まあ、しかし、ちょっと難易度もあるかな。あのその難易度の高さがまた旅行してる気分、こんなに遠くまで来たのか達成感を味わえていいのかもしれません。はい、いました、鹿です。はい、ご登場。3頭か、3頭釣った瞬間にもう1頭現れました。普通に人んちの草を食べております。この先、エゾシカなどの野生動物が多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、私のお客様は手すりなどにお捕まりください。まもなく終着、釧路です。でも結構でかいなこいつら、ちょっと怖いなこれ。この鹿がね、本気でもし私を攻撃してきたらもう負けますよ。奈良公園の鹿と違ってこの人たちは野生ですからね、人間というものはそんなに見慣れてないし、鹿だって舐めない方がいいわ。やめとこう。一緒に記念写真とか写ってくれるといいんですけど、ちょっとねそういうことはできないでしょうね、この鹿たちは。まあ慣れてるようではあるけど、あんまりにも鹿が増えすぎて、植物が枯れるなどの、まあ、害も出てるんだそうですが、あのこんなわけでね、鹿はあのジビエ肉、あの食べるのもやっております。結構鹿肉美味しいですよ、私食べたことあるけど。あとはどこまで近づけるかゲームでもしておきますか。まあ多分でもやっぱ攻撃されたら可愛いからな。 やめようやめよう。ああいうおとなしい動物だって本気で戦ったら勝てるわけないんだからな。安全第一、逃げるに越したことはありません。恐ろしい、次は猫だ、猫。もう何されるか分かんない、怖いな。お急ぎで逃げましょう。いやー面白かったですけどね、疲労困憊。32キロぐらいあったみたい、往復。それはずっともう登ったり下ったりもう連続でですね。というわけで、実はお昼ご飯も食べてなかったんですね、今気づいたんですが。死別羊羹をここで開封。正統派の羊羹とは違うんですけど、これ本当にいいですからね。だってよく考えてもらえば分かるんですけど、標津ってのは、まあ、この根室のとか、まあ、その辺に近いわけですけども、北海道のすごい東の方で、そこから200キロぐらい離れてる帯広でも売られてるぐらいのコンビニで売ってるんですよ。しかもそれぐらい美味しい名物だってことですね。私はね、初めて行った時、ホームセンターで会った人にはご馳走してもらいましたね。美味しい。なんか
体の中からため息が発せられる。あ、これまでの苦労がなんかこう全て報われたんだなというか、あ、安心する味です。本当に美味しいねこれ。いつもねお茶とかがないとこういう甘いものってのは食べないんですが、この種別羊羹だけは別、特にこうクタクタになった時にはいいですね。さらにこれも飲もう。あんまり美味しいと思ったことないけど、青春の味と書いてあります。ゼリー炭酸。でその後ですね、ちょっと歩いてきまして、ここは明治公園というところです。明治乳業の巨大な牧場があったんで、それでねこうこんなになってるんですけども、それが今こういう風な公園になってるんですが、ここでお泊めいただくヒグマさんと待ち合わせということになっております。ヒグマのホラーなんてもらうわけじゃないですよ。ヒグマさんっていうね、最長期プからお世話になってる方がいるんですが、もともとはですね、なんと明治8年、すごい古いですけども、その時にね、こう作られた牧場だったんだそうです。最初は国営、ということでした。府と県とそれから市とね、都道府県じゃなくてまだ府県市だったその3つの時代、開拓市の、牧場ということでしたが、その後は明治に払い下げになったんですね。今はねまだ夕方の5時になったばっかりなんですけども、ずいぶん暗いですね。やっぱさすが日本の一番東というだけのことはあります。さっきの売店にあったお土産屋さん、営業時間がね、朝の9時から夜の4時までって書いてありました。4時って夜じゃないと思うんですけど、普通は。でもね、日の長さ的にはようやくこの間秋分の日を超えて、昼よりも夜の方がちょっと長くなり始めたかなみたいな、その状態でもうこの暗さですからね、すごい。これ5時ですよ。それは確かにまあ冬になればもう4時で暗くなる。本当にね、3時台に日没しますんで、ちょっと恐るべきことです。でこのさっきから映っているものは何かというと、サイロと言いまして、家畜に与える餌などを溜め込んでおくもの。もともとここが牧場であったということの名残ですが、これもまた明治8年、非常に巨大でレンガ作り、こういったものは珍しいそうです。ちなみにここの芝生ですが、もうね絨毯のようにこうふっかふかでして、多分ね、よいしょ、おお、これ全然痛くないぞ。うわ、おお、全然平気だけど、散歩してる人がいっぱいいるからな、ちょっと頭おかしいやつだと思われそうですけど、でも別に頭おかしいことはもう分かってる、周知の通りです。おお、全然痛みを感じませんね。まあ痛くないように防御しながらちょっとわざと転んだ節もあるけど、今ですね、これから乗りで中標津に、中標津っていうのはここから100キロは離れてないが、まあ50キロは余裕で離れているようなところです。まずじゃあちょっとこれからの工程を皆さんにお伝えします。この根室から、まず根室本線のちょっと北側を回る、国道44号線であっとこ、それから、かつて標津線も通っておりました。そこから先の道が何号線か私は知りませんが、何号線ですか。はい、ありがとうございます。途中別海町を通りまして、最終目的地は中標津、その後根室にまた連れてきていただくということになりました。この動画の終盤のおまけとしてお楽しみいただければと思います。で今連れてきていただきましたのはマルシェでキッチンですが、私がお昼がね全然もう食べてなくてお腹が減ったら何とかしてくださいと言ったら、地元ローカルのスーパーに連れてきてもらいました。はい、で買ってきましたけどね、10円引きになっておりまして、102円が92円だったんですけども、これは甘太郎と言われているものですが、根室はね、なんか食べ物の呼び方がなんか違う。まあ、大判焼きっていう呼び方もあるので、大判焼きはね、祭りとかでも言いますけども、甘太郎ってのはこのスーパー特有なのかな。中身はハムでして、ハム太郎になるんだそうです。もともと甘太郎ってお店あるの？それをこっちで売ってくれてるの。あ、はい、あー、なるほど。あ、じゃあこの甘太郎という店のやつなんですか。そうそう、東京甘太郎って。はいはい、あ、東京甘太郎。なんか他にもね、東京ケーキでしたっけ。東京ケーキ、鈴カステラ。鈴カステラのことをね。とか、あと僕が初めて来てびっくりしたのは、ホットドッグっていうんで、ホットドッグが150円で、安いなと思ったら、ね、出てきたね、アメリカンドッグだったんですけど、フレンチドッグでしたっけ。フレンチドッグ、アメリカンドッグのことを一切言ってた。そう、アメリカンドッグのことをフレンチドッグと呼ぶこともあるので、フランスなのかアメリカなのかどっちだよとか、ね、根室はなんかこういう変わったね、食べ物の名前がなんか多くて面白いですね。でもどれも美味しい。北海道、はい、北海道全体で言うんですか。だって旭川でもフレンチドッグって言うもんね。あ、そうですか、うん、まあもっと言えばね、焼き鳥って言って豚が出てくる世界だから。そう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 。なんかこの辺、うん、何味ってんだろう、これ。これ何味だろう。マヨネーズとハムな感じ。あ、そうそう、マヨネーズとハムです。この道、さっきも走った国道44号ですけどね、この下り坂とそれからその先でまたずっと上りが続くと、もう延々にそれでしたから、本当に疲れましたが、今下っているところ。
でもね、意外と見た目ほど急な坂ではないですよね。ただあのこう坂がこうスケールが大きいんで急な下り坂、急な上り坂に見えますが、まあ意外と近づいてみればなだらかな上りがずっと続くって感じでしょうか。いやで、これ今坂の下まで来ましたけど、今度またね上のこの点滅してる矢印見てもらうと分かりますが、降りたと思ったらまた登る、もうずーっとこれの繰り返しでした。車ってのは楽でいいですね。あっという間に着きます。あ、さっきあの春国隊の入り口のあの当梅のとこに鹿がいましたね。うん、気をつけよう。結構ゾロっといたんです。はい、もうすごい数でしたよ。あのやばい、それ、うん、今日はあそこが鹿の日だ。あ、そうなんですか。鹿って通り道が決まってて、はい、なんて言うんだろう、通り道が決まってて濡れで行動するから、うん、そこに鹿がいたらネズミじゃないけど、はいはい、結構いること覚悟しないと、あ、しないといけないし、うん、1匹過ぎたからって調子乗ると、はいはい、次が出てくる。あ、そうなんですか。いや僕もね、一応近づいたら念のためお知らせしようと思ったんですけど、あ、じゃあ今のは結構言っといてよかったんですね、やっぱり。うん、どこで群れ作ってるかの情報は本当に欲しいところ。あ、じゃないと本当に危ないから。うん、ですよね。車で来るにもまあまあかかりましたけどね。これ当梅駐車場って書いてありますが、さっき私が来たところですけども、春国隊です。あれです、なんかあそこのもう駐車場の手前の右側のあの茂みのところにゾロッといたんですよね。今ね、前方の車がすごい変な動きをしたんですよ。ものすごい右に大きく迂回したんで、鹿がいるんじゃないかということで徐行してるんですが、この辺でしたよね、大きくカーブしたところ。なんか一応左側見てるけど、うん、大丈夫そうでしたね。ああ、よかったよかった。いや怖いですね、やっぱり。そう、やばいの、あれは。あの指示見つけたら前方車ありがとうって。あ、で、一番びっくりしたのが、ここ根室号って特急バスが走ってるんですけど、はい、そう、根室号に乗ってる時にバスが当然遅いじゃないですか。あ、だから抜かす車がいるんですよ。あ、車抜かして、あ、抜かしてったのはまあバスだから遅いなと思ってた、その次の瞬間鹿にダーンって行ったっていう。その車が抜かした車が、おお、その車大丈夫だったんですかね。多分大丈夫じゃないと思う、それ。走り去っては行ったけど。ああ、あ、そうなんですか。だから多分板金30万から39万40万、あ、50、はい、いや、その抜かす瞬間ってすごいスピードが出てるじゃないですか、うん、だからね、命とかは大丈夫なのかなと思ったけど、まあ一応走れたんならまだじゃあ運転手さんは大丈夫だったのかな。俺の友達もやられちゃったから、その阿寒の方で、はい、で、鹿、いきなりなんか飛び出してぶつかってきて、なんか話聞いたら、板金50万コース。ああ、はるばる中標津までお連れいただきました。ありがとうございました。私がね、高校時代に、オーライオーライと喋るカラスとかを見たんですけど、その思い出の場所とかもあってね、確認したら本当にそうだったんですけど、いや、懐かしい。道民の行動力はもうね、筋金入りですよ。ラーメン食べるために80キロ来ました、ここはタラフクさんというところですが、ミルキーラーメンというのが有名なんだそうです。つまり牛乳ラーメンですか。そう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 、この中標津別海の牛乳は美味しいですからね。さっきもお伝えしましたけど、これは期待がかかります。こっちがね、たらふくスペシャルだと。これすごいですね。これなんですかね。多分焦がし油。ああ、なるほど、美味しそう。これは鮭の鮭節ですか。違う、このこれガーリック。ああ、ネギク。あ、なるほど。さっき教わったね、鮭節っていうのがあるって、ね、その知識を早速使ってみたかったんですけど、ありがとうございます。これはまた後でということですが、こっちがミルキーですね。いいですね、味噌ラーメンか。北海道って札幌以外でも味噌が多いんですか、やっぱ。いや、釧路とか普通に醤油だし。ああ、確かにそうですね。函館はそういえば塩だった。だけど函館で塩ラーメン食うのは韓国語らしいよ。ああ、なんからしいですよね。美味しいけどな。青森にね、味噌カレー牛乳ラーメンってのありますけど、なんかあれ美味しいですよね。美味しかった。それとどうなのかちょっと比べてみたいな。いや、この製法はね、ぜひともね、うん、動画にしていただきたいね。これをどうやって撮ってるのかってことですか、うん。まあそうですね、今度また機材紹介の動画でも作ろうかな。比較的革新的だよ、これは。あ、そういうことか。初ロゴね、これの上に乗せてるってことだね。うん、美味しいですね。根室のラーメン屋もそうでしたけど、なんか同等のラーメンって多いですよね、全般的に。そう？あ、美味しい。あ、美味しいじゃないですか、これ。うん、たまに焦る店はあるけど。そうなん、え、何これみたいな。やべ、この量どうしよう。あ、そういうことか。あ、これライスつけてよかったな。スープの味が染みるんで。
なんか白菜とかも結構豪華ですよね、うん、そっち野菜トッピングでしたっけ、うん、野菜トッピングした。じゃあ僕のは標準で野菜入ってるのかな、うん、うん、で、その後はお風呂ですが、中標津保養所、何でも塩化物泉で、モール泉とかね、昨日釧路じゃない帯広でもご紹介しましたが、それに近い性質のようです。